DC-101 国鉄 DC-10 系ディーゼル機関車は日本国有鉄道の前身である鉄道省がドイツから1930年に輸入した機械式ディーゼル機関車である。同様に、貨車入れ替え用機関車のサンプルとして1929年に輸入された DC-11 型とともに当時ディーゼル機関開発で最先端を走っていたドイツのクルップ車に一両が発注されたが、 政作は大幅に遅れた。1930年11月に神戸港に到着し、高取工場で徹底的な分解調査の上で、組み立て整備が実施された。搭載機器の関係で一旦にのみ、運転台を設け、背の高い機関室が全長の大半を占めていた。縦形直列6気筒4サイクル。 シリンダーボア 320mm、同ストローク 350mm、1時間定格出力 600PS540rpm の向き、直接噴射式ディーゼル機関を1機搭載する。これは、最大幅 1460mm、最大高 2070mm、最大長 4650mm で、重量も実に13.05トンに達するという、 非常に巨大な低速中速機関であり、大出力機関の開発が技術的にも未発達な時代の設計であったことから、その製作と完成後の燃焼効率改善は難航した。そのため、本形式の神戸高来着は、同時発注の DC-11 型に比して約1年後、過月遅れとなっている。材質面ではマウンタとシリンダーブロックは中高性、シリンダーライナーは 特殊中鉄製、ピストンはシルミン製鋳造品、クランク軸はニッケルクロム構成の単造品、シリンダーヘッドカバーはベルリットフス製の鋳造品となっており、全体に耐久性を重視して肉厚の部材が使用され、堅牢な構造とされた。本形式及び DC-11 型はいずれもシリンダーへの燃料噴射を直接行う。 直噴式が採用されており、本形式では列型燃料噴射ポンプとハリベン式のインジェクターノズルによって燃料が供給されていた。このシステムには、以後の日本の鉄道用ディーゼル機関で広く普及した、4年焼失式や軽流室式と比較して、適切に設計、製作された場合の熱効率に優れ、また、シリンダー周辺の構造を簡素化できるというメリットがあった。 もっともこの方式には燃料の噴射方向やタイミングの調整、それに適切なピストン頭部形状の選定が難しく、不均質燃焼が発生しやすいという弱点があった。そのため、上述の通りクルップ車の製造過程においては、当初十分な出力が得られず、燃焼効率改善のためにシリンダーヘッド部の設計変更や回収が繰り返されたことが、 納品遅延の原因となり、運用開始後も微妙な調整を必要とし、日常の保守にさえ難重するほどであった。期間の回転数は216から 540rpm の範囲で自由に調整可能であり、超速機としてサーボモーターによってスリーブの位置を変更することでバネの圧縮量を変更し、速度制御を行う延伸球式超速機を搭載し、 また燃焼効率を改善すべく機関直結のエアコンプレッサーで得られた空気圧を使用し、気筒に対する下球を行う機械式スーパーチャージャーも搭載されていた。なお、指導には軽量化を目的として、このコンプレッサーで得られた空気圧を一旦圧縮空気タンクに蓄積し、利用する空気圧指導方式が採用されていた。このため、本形式には、 スターターモーターなどの専用指導装置は一切搭載されていなかった。クルップ製の機械式変速機及び逆転機が搭載された。しかしながら、自動車でも数十馬力程度の機関しか搭載していなかった。当時の技術では、経験の欠如もあって、強トルク拡大出力のディーゼルエンジン用、機械式変速機の実用には、あまりにも多くの問題が存在した。特に、 内蔵される歯車の強度や対摩耗性が不十分であったことは本形式の弱点となった。運用開始後の本形式に発生したトラブルは歯車の割り損いや変摩耗などこの変速機周辺に集中しており、この教訓から戦前に鉄道省が試作した唯一の本線用ディーゼル機関車である DD10 型は電気式を採用することとなった。変速機で、 最終減速された回転力をジャック軸から第2動輪にメインロッド経由で伝達し、その後、サイドロッドにより、第1.3動輪を駆動する蒸気機関車に近い構造の駆動システムを備え、軸配置は先は、重輪を備える 1C1 で、1位寄りの先はと第1、動輪の間に、ジャック軸が設けられていた。前述の通り機関直結式のコンプレッサーを動力源とする、 自動空気ブレーキを搭載した。山陽本線上での性能試験の後、高取工場直近の高取機関区に配置され、神戸港などでの貸車入れ替えに使用された。もっとも複雑聖地でしかも、技術の未発達な時代に設計されたために、様々な点で設計に不具合を抱えていた本形式は、1935年頃には DC-11 系ともども故障が続出し、 旧車に追い込まれた。しかも、日本国内では十分な品質の予備部品を調達、あるいは製作するのが極めて困難であって、完全な修復が難しく、そのまま廃車に追いやられている。ただし、その期間は、廃車後に、分解の上で、徹底的な調査、分析が行われ、日本国内の来年機関メーカー各社に、貴重な技術資料として公開されたといい、 その後の日本製鉄道車両用内燃機関の発達に大きな役割を果たした。なお、技術資料とされた各部品については、戦時中に金属類回収例に従って供出されたとの説もあるが、配線前後の混乱もあって正確な消息は不明となっている。ありがとうございます。